220ページトラック68のね、4番と5番のパターンだったんですけれども、親指がより深く潜ってからアップするようにね、ブリッジ寄りの方で、サンピングしてみました。あと CD よりはねテンポの方ずいぶん遅く弾いたんですけれども、こういったものも練習になりますね。ぜひ皆さんも試してやってみるといいと思います。という感じでまた次回ね見てください。それでは。